人で思い気は初めてだ。だが貴様を倒してスーパードラゴンボールを手に入れるのはこの俺様だ。今度はオーラが相手だ。貴様の技は見切った。ベジータ、ジレンの木を破った。すげえ。さすがベジータ、あの高速の剣の連打で悟空を吹き飛ばす瞬間、しっかりとジレンの動きを観察していやがったな。そうでなくては面白くないでしょう。ふん、第11宇宙目余裕かましやがって。ギャジレン、優勢でしょうか。あなたの目は節穴ですので。第七の、もしかしたら、もしかしたら何です。ベジータさんはジレンを相手に試みているのかもしれません。身勝手の極意を。なるほど、さっきのあのかわそうとする動きか。カカロットとやり合った時はもっと早く強かったはずだ。